はい、皆さんこんにちは、柴崎です。今日はね、結構寒いんですよ。このね、冬の景色のね、自然のいっぱい中、ここね、千葉県の音羽山という山のてっぺんです。そこにもう古くからあるね、清水寺というね、このお寺に、スケッチにやってきました。なかなか雰囲気あるでしょ。素敵でしょこれ。では今からね、一緒にスケッチポイントを探しに行きましょう。では行ってみましょうね。はい、これいいですよ。ここでしょ。さあ中はどうなってるかな。ねえ、境内がこう二段になってますね。ちょっと身を清めて、じゃあお参りしようかな。さて、ここのお堂は何でしょうか。まずお賽銭をあげてと、今日絵がうまく描けますようによろしくお願いいたします。はい、そしてお地蔵様ですね。ここもちょっとお参りしようかな。石を積んで、今日一日よろしくお願いいたします。その隣にはね、さあ閻魔様ですよ。閻魔様をどうぞよろしく。そして本堂ですね。本堂にもちょっとお参りしてみましょう。古い本堂ですよ。これ立派なとこです。ね、大きな変額もあるし、木彫もすごいんですよね。もう何百年も経ってるんですよ。これは。すごいでしょ。全部木で作ってます。あちこち、歩き回ったんですけども、スケッチポイント決まりましたよ。見てください。あの赤い山門です。ね、いいでしょう。あれをベンガラ色というんですね。ではあれを中心にね、描きます。はい、ね、いつもと大きく形を取っていきましょう。これはね、このくらいしっかりした線描でね、描いていきます。建物は箱でしたね。そこを忘れないで書きましょう。そして山門をかけたら、その周囲の要素を書き加えていきます。さあできた。じゃあ塗ってみましょうね。ね、殉職を恐れない、もう大胆にベンガラ色ですね。赤いちょっと終了があった色ですね。そして屋根の下をちょっとこう塗ると、もうこれでね、形態感が見えてきます。暗いとこも一気に塗ってみましょう。これは手前に、山門の手前に植わっている桜の木ですね。こういう大きな描き方ですね。石をっと塗っちゃいます。面白いでしょこれも。もう夕方の盆栽になりましたね。早くしないと日が暮れちゃうから、ちょっと慌てて描こうかな。もう冬の日はあっという間に暮れますからね。カラスも鳴いています。さあ屋根の下は暗くなったので、携帯感が出てきました。では今度はね、後ろの建物を少し単純化しながら大きく描きましょう。そして空を塗ります。お寺描いてるんですか？はい、こんにちは。わあ、すごい。あら、まだね、冬だというのに今年は暖冬だからまだこういう紅葉した葉っぱがくっついてるんですね。そういうのもね、入れてみましょう。こう引っかいたりドライブラシだったり、またこのくらい暗い色も必要ですね。屋根の形がはっきり浮かび上がってきます。はい、皆さん見てくれてる？明るい方の屋根の側面です。そして、赤いサモンをかけたので、だんだん周りにね、絵を広げていきましょう。ドライブラシでこれの木のね、植え込みなんかも描いてみると面白いですよ。ね、これ四十七士の木像ですね。そしてこれもね、明るい暗いという明暗のリズムをつけて、それぞれの木々の植え込みの形を描いていきます。ね、カラフルにしてみましょう。もう静かでスケッチにぴったりの場所ですね。この風景を独占して描く、なんかそんな幸福感がありますね。ここに立ってるね、結構太いイチョウの木です。これですね。だから大きい筆使いでえいっと塗ってしまいます。枝なんかもえいっと引いてしまいましょうね。どうだ、こんな感じです。これですね、この木。あったかいんだよね、こうやって抱っこすると。ねえ、もう樹木をみんな命があるんだなって感じが伝わってきますね。素敵でしょう。これ鐘楼ですね。さあ、少しずつね、大きくかけたので細部もちょっとね、書き足してあげましょう。こんな感じかな。ここ手前出っ張ってるところから、このぐらい強くね。でも手前といってもね、この地面の部分はあまり書きすぎないようにします。ね、ちょっと色とか、なんかそんな雰囲気作りだけですね。ここは本当に脇役だからなので、あまり描きすぎないことが大事です。さて、ちょっと休憩。ホットのカフェオレだね。もういよいよ絵も終盤ですね。こんなくらいの具をはじき飛ばしてね、これさっき引っかいたね、桜の木なんですけども、ちょっと足らないとこはね、太もものホワイトで書き起こしてあげてもいいと思います。そしてその木の側面をこう暗い調子を加えてね、存在感を強めましょう。こうですね。でその暗い調子を屋根にこう枝の延長として描くといいと思います。さあね、今日参詣に訪れた人物もちょっと描いてみようかな。あまりまあきっちり描かないでね、風景にぴったり合うように溶け込むように描きましょう。そしてあと枝ですね。もうこれ最後ですから、のびのびとね、スースーって引いてみます。もうだいぶもうね、日が陰ってきて寒くなってきました。さあもう一気に描いちゃおうかな。これちょっと書きすぎてるので一回溶かしますね。やりすぎてしまったところはもう少し単純化します。どこを書き込んでどこをね少し省略するかっていうのね、絵の描いてる途中でもね変更してみましょうね。このぐらいからいいね。でスッとこれで山門に上がる階段が見えてきましたね。はい、出来上がりました。今日はね、この古いね、とっても趣のあるお寺の赤い山門をね、描いてみました。当然これが一番大事な要素ですから、ここをしっかり書き込むことですね。そして、この暗い入り口とね、そこに向こうに抜けるね、この明かり、この明暗のコントラスト、ここは結構大事です。そしてそこに視線を向けるこの参道ですね。この形も大事に描きました。そしてあと脇役となるものですね。それはぐっと省略気味に表現してあります。さらにこのね、参詣客をね、加えて、この絵の雰囲気作りを一層強めてみました。ね、いかがでしたか？ね、この寒い冬の季節、まず寒いんだけどこういう冬ならではなね、この味わいのある風景を描くことができます。あなたもぜひスケッチね、出かけてみてください。はい、ということで、今回も質問相談コーナーの始まりです。今回のね、ご相談者はね、ちょっとお呼びしますね。サンキューさくらサンキューさん、サンキューさんありがとう。サンキューさんのご質問ですね。先生が推薦していただいている20号の筆のブランドを教えていただけませんでしょうか。なかなか Amazon で見つかりません。わかりますよこれ。私の生徒さんもね、柴崎と同じ筆を買おうと思ったらもう画材屋さん行ってもないんだって皆さんね嘆いてます。まあそれでもねブランドをね20分で教えてほしいということですので、見えますかこれですね、ホルベインのリセーブル20号ね、丸筆これね番号がありまして、3100R これ多分この毛の硬さを表してるんだと思うんだよね。3100R って見えますこれですね。売り切れとかね物がないって困っちゃうね。ホルベインさん頼みますよね、作ってください。まあそれでもね、まあ柴崎はこれをよく使うんですけど、でも必ずしもこれではなくてもいいこうね、やっぱりたっぷり太筆で、ここのね、ここがね、そこそこ反発力のある、そういう筆なら大丈夫ですのでね、なんか別のメーカーかなんかで見つけたらね、またそれご紹介します。まあ、とりあえずね、ご質問の型番はこれですからね。はい、サンキューさん、いいでしょうか。はい、またね、ご相談お待ちしてます。さて、ということでね、何か柴崎にね、ちょっと聞いてみたいとかね、いうことがありましたら、インスタグラムのダイレクトメッセージでね、いろいろあなたの考え、ね、気持ち、送ってください。お待ちしてますよ。はい、このコーナーね、今回面白かったな、ね、と思われる方は、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後まで見てくれて本当にありがとう。それではまたお会いしましょうね。